どうも皆さんこんにちは、ランルイチャンネルのランです。すでにご存知の方もおられるかもしれませんが、2022年8月22日に僕のファースト写真集、高橋ランファースト写真集ラン20歳の肖像が発売されることになりました。表紙はこんな感じです。中身は届いてからのお楽しみですが、イタリアでの日常、ベネチアでの休日、日本での学生生活の3つのシーンに分かれています。今回は特別にイタリアでの撮影風景をお見せします。イタリアでの撮影風景ってどんな感じでしたか？まあ、初めてのイタリアだったので、どこ行ってもやっぱりイタリア の, あの建物であったりとか、まあ、そういう古くからの文化が残っているので、ベネツィア特にあの水も綺麗ですし、ゴンドラであったり、自分が行った本屋さんみたいなところもすごく歴史のある本屋さんなので、まあ、本当にどこで写真を撮ってもあの映えるなっていうのが印象的です。ベネツィアでの写真は全て映えてる感じで、はい、もうどこで撮っても映えました。Amazon をはじめ全国の書店で購入できますので、ぜひよろしくお願いします。写真集の感想もぜひコメント欄にお願いします。